そうですね、今は、今回の石恋のプロジェクト以外にも、この手焼きが入ったツアーなんかもありまして、そういう形でね、焼いていただいて食べていただくっていうのが一番のポイントなんです。よく知りましょうってしてありますけど、まずはよく食べていただこうというのが一番なんですね。かまぼこってこんなにいろんなことできて、いろんな味があって、いろんな食べ方あるんだよっていうのをご紹介できればなと思って参加させてもらってます。原料もダメになった部分があったり、工場内、旧の工場は天井落ちたりライン曲がったりっていうことで、すごい額の被災はしましたね。ただし他の企業のように、女川の企業のように工場がなくなってなかったっていう部分と、建物は地震だけの被害だったんで、すぐ復旧できたんですけどね、やっぱり蔵に入ってた原料だったり製品がダメになったりっていうのはいっぱいありました。震災後、4月には販売を再開したんですね。それは一つは本当に地元女川にうちがあって、女川の魚を使って原料のすり身を作って、それを販売しながらかまぼこを作ってということで、地域一体として今まで過ごしてきましたので、その地域の中で、うちが4月に再開するときには女川で、動いてたところガソリンスタンドと、あとセブンイレブン1軒だけだったんですね。そういう流れの中でうちも炊き出しやって、あと終わりじゃなくて、そのまま女川の火消さないようにということで、今後は本当にかまぼこ屋としてのね、自力を試される時だと思っておりますので、美味しいね、本当に一番ベースには美味しいかまぼこだよというのを目指して、復興という形じゃなくて、きちんとした形で商売していこうということで、女川に来ていただこうっていうのが一番なんですけど、女川の商品を食べていただくっていうことで、女川の商品を食べていただいた上で、納得して買っていただけるような、方向に行きたいなということで今頑張っております。今回石恋さんという形で石恋の、プログラムの一つで行っておりますが、普段からも手焼き体験できるようにしてあります。普段からも来ていただければ、かまぼこの美味しさ、あとは工場の方も、普段から開けておりますので、工場の方も見ていただいて、かまぼこってこうやって作るのか、こうやって食べると美味しいのかっていう話をね、できればさせてもらいながら、ただ買って帰るだけじゃなかなか女川まで来ていただけませんので、プラスとしていろんなことをして、いろんなことを企画していきたいと思ってます。